はい、ドンピシャです。ペチャンコです。はい、テッドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。随分ローだ、ね、極端だねどっちかしかできないのかな。うん、うん、そうですか。雑談放送第120回始まりました。うわ、はい。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送のサニショーチャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はいはい、始まりましたよ。始まりました。いや、台風が来てますよ。どうするんですか。7番目のやつ来てる。7番目の台風が。ああ、まあこっちはあいにくの雨ですけども。いや、もうほんと今日の夜中とかに来てほしかったなと思っております。明日仕事を休みたいからということですか。いや、通勤時間に直撃はしてほしくないでも大体こういうのって朝止んでるもんじゃない。まあ止んでますよね。大抵は。何なんだろうね、この台風とかは。大体朝になくなる現象あるじゃない。今回どうなの、朝にかけて。今回こそはどうだろうね。日本直撃みたいなね、関東直撃みたいなそうですよ、ありますよね。毎回毎回あるけど、毎回何かに阻まれてるよね、台風。なんかスーッと避けたりしてるけど、今回ばかりは、ね、今回ばかりは来るんですか。その7号は今のところどういう感じなんですかね、進路的には。右下らへんにいるっぽい。お、うん、日本のバーチーあたりから来るの。いや、多分ガーワーから来るんじゃない。ガーワー、カーナー、ガーワーから。ガーナー、ガーワー、うん、多分そう、湘南あたりから。湘南の風、湘南の風に乗って本当に来てしまう。届くかな、ここまで。多分届くでしょう。あ、いや、大変だよね。まあ、めんどくさいよね、こういうのは。どうしてもどうしようもないけど。うーん、にしても120回ですよ。ええ、結構すごいですね。結構すごいんじゃないですかね。うん、やったね、うん、なかなかやってるよ。なんか週1回とかようやるなと思いますよ。やってますね。いや、かなり今年はやってる。何回も言ってるような気がするけど、これ、うん、なんか毎回言ってると思う、多分。ああ、っつって多分130回になったらもう一回言うだろうな。もう一回言うね、うん、ワンチャン125回でも言ってしまうかもしれないそうだね。うわー、すごいなーって。1ヶ月に4回ぐらいしかできないからね。そうなんだよね。そうか。するとだってあと4、え、でもそうか、あと4ヶ月今年。そうだね。そうなんですよ。あれ4ヶ月ですよ。この前半分だっつ話してた。この前半分だっつってたね。うん、なんかもうあれだね、時の話しかしてないね。そうなんですよ。早いこれを話すって結構もうおじさん。ああ、そうだと思うわ。おじさんなんですよね。止まらないよ。これを言い出すっていうのは。いやー、なかなかの。いやー、よくないよ。あんま言わない方がいいかな、じゃあ。そうなんですよ。あんま言わない方がいいか。これね、結構ね、おじさん。まだそんなもんかとか言ってた方がいいのか。かもしれないね。そうだ、今年おせえだって言ってるぐらい。まだ8月かいみたいな、うん、かもしれない、ね。でもその三人称が、うん、5周年だっつって、あれ1月とかだよ。それ1月ですから、 そうだね、そこからもうですよ。じゃあもう気づけば6周年になるわけだ。そうっす、6周年何を6周年になるわけですよすげえな。そうなの。昨日さ、すごいな、はい、すげえたまたまさ、うん、ふと昔の動画で、うん、俺とドンさんで、うん、コールオブデューティーのブラックオプスかな、うん、ほうほう、でね、まあ某兄弟の真似をして、うん、あー、あったねー、一回やってみようぜみたいな。某兄弟がね、なんかクリアとかそっちいいよみたいな感じのやってるのがすげえかっこいいっていう話をしてて、敵を倒したっつってね。そう、敵倒したナイスみたいな、うん、それをね、だから2人でちょっとかっこいいから真似してやってみないみたいなのがあったの、うんうん、あったね。それをふと昨日ニコニコ動画の方で見たんですけど、ああ、うん、6年前っすわあれが6年前あれ6年前あれ6年前
やばいな。2010年とかだった。じゃあ俺いつから動画上げてんだ。8年前とかだ。うん。そうだよ。でもそうだね。うん。俺、うん。そうか。あれ6年前でしょ。でもブラックオプスだもんね。ブラックオプス。だから、モダンウォーフェア2があって COD がある。だから俺で7年前ぐらいかな。多分上げ始めたのが。え、テッドさん、だってブラックオプスの前が。モダンオフェア2、その前がワールドアットウォー。ワールドアットウォーはね、上げてないね。そうで、その前、うん、次その後じゃないや、前が COD4。 あれ、ということはだからあれ、もっとこの人下手すりゃ10年選手。10年はないでしょ。何9年8年はあるんじゃない。9年8年は超えてんのかもしれない。だから2008年とかかな、うん、2008年かもしれないね。なんかその辺とかじゃない、うん、その辺だった気がする。はぁ、やべえな。すげえ。老害じゃん。本当だよ、老害ですね。本当に。いやー、そうですか。こんなとこで何してんの。うん、気がつけば一緒に上げてた人ほとんどいなくなっちゃってるからね。そうなんだよね。本当にほとんどね。もうカレーさんぐらいだよね、枯れた声の人ね。ジーラの俺のその近しい人っていうか、そうでしょ、同じぐらいに上げてた、まあ、俺より前だけど。はい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 。ハゲピーさんぐらいになっちゃった。そうだね。まあその前に標準野郎ってやつが。あいつはだってもう何もないでしょ。脱落早かったからね。なんかね。で君らがいて、あとツーブロがいて。うん、そうだね。そのぐらいじゃない？あ、まあ宗男さん、残党兵さんいるか。ああ、うん、そうだね。いやでももう数えるほどだよ本当に。あ、四季さんいるね。四季さんは四季さんもロボットゲームしかやんないからね。四季字っていうニコニコ動画でやってる人だね、いるね。そうだね、ガンダムずっとやってるね。周りはやっぱり、まあ、普通の時間の過ごし方をしてれば、うん、やはり卒業していくもんなんですか。いや、そりゃそうだよ。いや、間違いないですよ。仕事も忙しくなったり。いや、本当にそうだよ。うん、うん、暇なんてないよ。なくなってく、なくなってくはずなんですよね、本来は。うん、うん、あとなんか結婚してったりね、結婚して子供ができて出てきたとかさ、てかさ、それを理由にしたい。一番あるよね。この間いとこがさ、うん、に会ったんだけどさ、うんうん、うん、子供がいてね。ああ、うんうん、いるよね。そう、子供がいて、うん、子供と手握ってきたんだけど。おおおお、うん、なんか来たな。来た来た。俺よりもあのなんだろう、まあ年下の女性なんだけど、うんうん、あ、そうなんだっていう感じがすごい。あ、それは何、デッドさんが好きだった、あれ。いや、いいとこ別にそんなないけど。まあ別にそんなでもない。そんなのは全然ないんだけど。だって一回いとことはさ、やっぱ結婚の約束ぐらいするでしょ。まあまあ基本的にはね。うんうん。でもダメかってなるじゃん。現実を、ね、うん、法律が、法律がっつって。うん。じゃあもうそんなだもんね。そうなんだよ。どんぐらい、どんぐらい、何？何がいけないのかな。何が？僕ら、僕ら、我々が、うん、我々が何がいけないのか。人並みの生活ができてないこと。何、うん、でしょう。あのね、うん、俺がこう周りがこう結婚していく中で思うのは、うん、なんだろうね、諦めみたいなもんがちょっとない、まず。いや、ない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 。どうしたの？もうだからその時点でもう脱落ですよ、あなた。え、何が？いや、諦めた？諦めちゃった。え、違う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 。いや、諦めてないけど。うんうんうん。いや、なんかなんか違うなって思わない？周りの人と。ああ、いや、その周りの人と違うなとは思うけど。うん。うん、それだからなんか。違うんだろうなって思う。そう、それはね、なんかね、周りの人と違うなって思ったのは、うん、高校のメンツとかと、うん、まあちょっと会ったりするじゃない、飲んだりとかさ、はい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 、その時に、あ、違うなとすごく感じたかな。やっぱ
なんか自然とやっぱ結婚してってるわけで。そうだね。なんかまあ俺はもともと外出ない派なんだけど、うん、まあやっぱさ、ゲームやんなければさ、結構外に出る人多いよね。何が面白くて外に出るんだろう。まあ家で他にもやれることはいっぱいあるけど、うん、やっぱ家で何かをする人って、うん、なんかね、やっぱ外出てて、でその分やっぱ出会いとかもあるのかなとか思ったり、なんか、うーん、なんか出会い方がみんな結構なんだろう、うまく出会ってるなっていう感じがさ、分かる。そうね。そんなふうに、あ、そうなんだ、そう、あーへーみたいなさ、なんか年収なんじゃない、やっぱり年収なのかな。だって今はさ、いくつまでいくら以上ですの人がいいですみたいなさ、ハードルぶち上げてくるでしょ。いやー、そうだよ。いくらあるといいのよ、逆に。まあ、奥は、うん、ね、奥ってことは何1ヶ月にだからもうな、800とか。そうだね、800万円。1ヶ月でしょ1ヶ月か、1ヶ月800万円。あー、足りないな。足りないよ、全く足りないな。全く足りてないな。棒高跳びだったら、だって棒がどこにあるか分かんなくて多分探すよ高すぎて分かんないよ、700万800万なんて。棒がどこにあるのか分かんなくて探す、高すぎてっていう話だろ。棒高跳びで誘ったんでしょ。棒の、棒棒バー上の棒のバーのあれでしょ。棒高跳びって棒で飛ぶからさ、ちょっと分かりづらい。棒高跳びの棒、じゃあ何、バーでいい？じゃあいい、編集で今のとこバーにして走り高跳びとかにしてくれれば。あ、じゃあ分かった、うん、走り高跳び、うん、OK。 あ、そこだけじゃあ切って切って今入れとく今多分入れ替わってるから、ね、うまくいくかな、テンション。鉄道さんがおかしくなるかもしれない。俺がおかしくなるけど、ね、何言ってんだこいつ、ね、何言ってんだろうが、うん、やだな、なるやつよね。あ、いや、そうですか、そうですか。まあまあ、そんなね、悲観しててもしょうがないんですよ。いやー、まあそうですね、そうです。もう今は、うん、オリンピックですからね、今は。そうだよ、オリンピックシーズン。そうだよね。ああ、うまい伝え方したな俺うまくはないけど。いやー、君は何一つ君は何一つだよ。オリンピックの競技につなげてったでしょうよ。どうなのさ、てか見てる？あのね、そんなにやっぱ時間的にもさ、真裏じゃん。そうなんだよね、真裏も真裏だから、まあ、ね、まあ、その休みの時にとか帰ってきて、うんうん、なんかニュースでみたいなの、うん、ニュースでは見るけどね。まあでも日本頑張ってるんじゃないですか、かなり。なんかね、結構撮ってるんでしょ。うん、うん、結構撮ってる方だとは思うけどね。どうなんでしょうか。あれ、いつまでなの、オリンピックって。そもそも、あ、分かる、俺ちょっと分からない。うん、違う、その質問が分かる。あ、あれ、これいつまでやるんだろう。まだあれでしょ、陸上、多分まだマラソン、まだ、あ、マラソンはやってたわ。 あれでも陸上もなんかやってたな。なんかやってた。あ、ボルトだって優勝したでしょ、ね、3冠取ったから。じゃあもう終わる、もう、ま、閉じる、もう閉じるのか。時期じゃない、あ、2週間ぐらいだよね多分。そんなもんだった気がするけど、オリンピック期間、うん、うん、いつ22日までだって。22日まで。あ、結構やってるな。まだやるんだね。あ、8月5日から8月21日、17日間やるんだ。ああ、結構やるんだね。まあ、やっぱ2週間ちょっとって感じなんだね。いやー、いいですよ、オリンピック。オリンピック、何なんか、ドンさんは随分あの卓球で興奮してたっぽいじゃない。あ、アイちゃんね。うん、まあでも、まあ、そこの後、うん、ポロポロンと負けちゃったんだけど、アイちゃん。てか、相手が強すぎた。めちゃめちゃ強かったみたいで。うん、中国？中国。やはり中国。いやー、強いねー。まあ、お家芸だからね。で、それまでもさ、それまではもうアイちゃんすごかったんだよね。うん、ストレート勝ちとかさ、結構してて、で次になったらボロカスにやられちゃって。
で団体でも結局さ負けちゃってさ、うん、でなんか次愛ちゃんの番で愛ちゃんが何とかしてくれればどうにかみたいな状況だったのかな、はい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 、確かそこで愛ちゃん負けちゃって、うん、でなんかインタビューかなんかで負けたのは全て私のせいですみたいな。あらららららさ、もうと思って、愛ちゃんもうと思って。はいっつってね。愛ちゃんそんなこと言うのもうっつって。そんなことないよ。ね、そんなことないよっつって、ちょっとね、うん、かわいそうになっちゃった、愛ちゃん。で、ちっちゃい頃のさ、映像とか見てたでしょ見てたよ、だって。まあまあまあ、そうだね。トンネルズにトンネルズとさ、対決して、どんだけ泣かされて、ね、悔しくて泣いちゃってさ、うん、あの時から見てたからさ。そうだよ。で泣いてないですからね、泣きそうにはなってたけど、泣かないように、この、下唇を噛んで、うん、抑える、抑えてるっていう泣くのも、たまりませんね。たまりませんでした、愛ちゃん。たまらず。うん。うん、あんまり見れてないんだよな。まあ僕も、俺も卓球やってた身としてはね、やっぱり頑張ってほしかったなっていうのは。あれ知らない？やってたんでしたっけ？俺が卓球部だった話知らないの？え？あれでもい、あれニコバーで言ってたかな。中学3年の時だけ卓球部だった。あれじゃないの、野球部から弾き飛ばされてなんか流れで。そうそうそう、野球部から集団移籍して集団移籍して卓球部に、うん、そうそうそう、卓球部に行ったっていう。マジか。試合は出たの？一回だけ出ました。お、うん。どうだったの結果は？ダブルスで。うん。ダブルス。ダブルス出たんだ。うん。K 君と一緒に出て。K 君と。うん。あのね、想像以上に俺がミスをして負けたな。想像以上に。そう、そもそも背番号ってかゼッケンを忘れてさ。え？あ、うちに。うん、でゼッケンしてないと、出れないの試合に。それはそれはそうだよ、まあ、出れないでしょうね。そうだからワイシャツを着て白いワイシャツね、学校中学校ワイシャツだったから、うん、で自分の名前書いて、安全ピン借りて止めてもうそれで俺出た。 何しない、うん、そしらの顔でよく出れたね。うん、なんかそれは別に大丈夫だったみたいな。それはいいんだ。そう、しょうもなくない？しょうもないね。そうだね。だってラケットと同じぐらい持っていかなきゃいけないやつでしょ、ゼッケンって。ラケットよりは下でしょ。でもだって試合出れないんだよ。試合は出れない。試合は出れないけど、ラケットの方が上じゃない？やっぱり。でもだって試合出れない。試合出れないんだよ。まあでもラケットは借りられるっていうところを考えると、ちょっとまた順位があれ変動するかもしれない。変動するでしょ。そうだね。うん、でも結局ワイシャツで大丈夫だから。ああ緩いんだね。そう、案外緩かった。良かったじゃん、なんかその指定のやつじゃなくて。そうだね、それは本当に良かった。でも何、そっからハマることはなかったの、卓球に？なかった。まあ卓球は面白かったけど、うん、そこからハマるってのがなかなかなかったね。やっぱ高校は何してたんだっけ？高校は僕は演劇でしょ。演劇、まあ基本的には演劇ですね。演劇だったけど、うん、じゃあ卓球で最後出て、うん、高校行って、うん、急に演劇しだした。まあその前にギターをやってた。ああ、ギターね。うん、しょうもない。しょうもなくないよ。ギターやって演劇やって、ギターやって演劇やって、多彩ですな。何も身につかず。浅瀬を、浅瀬を、浅いところ、浅瀬パシャパシャやって、そう、ああなるほどっつって、どんどんやめていく、どんどんやめていく。合わねえなっつって、このミスは。よかったね。今こうしてなんか、そうだね、だからそうだよ、8年間ぐらいこういうことやってるっていうのは、そうだ、一番やってんじゃない？うん、だいや一番でもね、良くないところに落ち着くない水に使ってる気がする。またちょっと深めのいい水でしょうが。いやーどうなんだろうな、この水。結構今肩まで使ってるよ、うん、かなりの天然水。あのなんかだんだん呼吸がしづらいよね、もうね。ここまで使っちゃうと。いや大丈夫、俺らあの水中にいて足掴んでっから。いや本当だよ、うん、ダメだよ、逃がさないよ。そうだね、出すことは。なんか小説一本でいきたいんだみたいなこと言ったら、うん、あ、じゃあ3人で
うん、え、手伝う？それがおかしいよつって、うん、それがおかしいんだって、うん、3人で頑張ろうよって言うよ。言うだろうね。もう言うのはもう逃がさない。言うだろうと思う。悪いけど逃がさないからね。そうだね。もうだって鉄道さんの住所もしっかり知ってるし、LINE のノートに貼ってあるし、いつだってなんでだよ。いつだっていける。もうダメだよ。俺らと出会ってしまったか最後。だってさ、じゃあいつまでやるの？え？ジジイ。違う。いつまでやるのじゃないな。あのみんないつまで見てくれるの？あ、逆に僕らのこと死ぬ直前まで見てくれるでしょ。本当に、うん、入院してまで見てくれるよ。それならいいけどさ、うん、既得にならない限りは。そうだよ。あー、そう、あ、もう飽きるまでっていうのが一番さ、一番怖いじゃん、うん、明日飽きてるかもしれないもんね。人はよく飽きるもんだからね。そうだよ、うん、すぐ飽きる。俺だってすぐ飽きるんだから、うん、いや俺もすぐ飽きるわ。ずっと見るっていう人はね、本当に信じれない。じゃあこういう時なんて答える？うん、いやだ、難しいよね。ずっと見るよって言ってツイッターで言ってくれた人はもう今いないからね、うん、ああなるほどね。飽きずに3年も見てると、あ、素晴らしい、ありがたいですね。でもちょっと飽きてきてるって人もいるな。あ、わかる、わかる、それわかるわ、うん、それはしょうがないよもう、うん、もう飽きたらだから。いやでも、もうあとはもうずっと惰性で見てくれればいいかなって、うん、そうそう、なんかたまにやってんなぐらいで見てくれるのが一番いいですよ。そうですよ。うん、あ、この間さ、俺、まあ、ニコニコ生放送時々見てるんだけど、うんうん、そのよく見てた放送する人がさ、うん、お知らせっていうのでなんか放送してて、なんだろうなと思って見たら、この放送が終わったら、うん、コミュニティをなくしますって言ってさ、わあ、と思って、なんてだろうと思ってね、うん、そしたらまあ理由は、彼女を、うわ、との時間をちゃんと作りたいのでみたいな感じで、なんかリアルリアルと思ってさ、まあリアルだねそれはね。いやでもね、結構好きな人だったの、その人、男の人で、ガンダムオンラインの配信してた人だけど、ああそうなんだ。だ、俺本当に久しぶりに生放送でコメントした、あれ、ありがとうございましたっつって今までありがとうございます。でもそれしょうがないよね。いやもうしょうがないの、だってさ、うん、ゲーム好きの女の子、女の子、うん、だったらまだしもさ、いやだとしても、そうだとしても難しいよね。一緒にゲームするわけないじゃん結局。そう結局ね、やっぱ一人の時間になるわけじゃない、うん、そう。え、もうじゃあ、ね、両立は無理なの？いや無理じゃないとは思うけど、そのだから相手によりけるんだよね。そう、本当に理解があるなら別だけど、うん、普通はないと思うよ、そこまで理解は。普通はね。そうか、うん、じゃあなんだよ、何もできないんじゃないかよ。何もできないんだよ。うん、だからなんだよ、立たせてしまったよ。あれ回り回ってなんかこういう話になってくる。そうさっきの話に繋がるんですね。今日はこういう話になってくるから、なんだろうな。そうか、いやそう、でもちょっと悲しかったな。やっぱ やめていく人が、やめていく瞬間ってさ、うん、いやそうだね、俺も周りのはちょっとあんま見たくないな、そのなんか良い人とかさ、結構ああと思った。ふわっとやめてほしいよね。そう、ふわっとやめてほしいかな。すげえ毎日配信とかしてたけど、うん、15日ぐらいになって、で10日ぐらいになって2日、うん、で気づいたら、あれ、そういえばあれどうしてんだろうなっつったら、なんかないみたいな。そう、ない、あ、やめてんだみたいな。はい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 、うん、それもそれで寂しくない？なんか一言やっぱ欲しくない？やめますっていう。まあ毎日のように見てたらそうかもしれないね。そうだね、うん、俺らは言う？あ、もしそういう時が来たら、うん、言うんじゃないですか、さすがに。言うかな、鉄塔さんが。だからその一本に、まあ、チャンネルもあるしさ、どうすっとやめれる環境ではないよね。そうだよ、うん、ちゃんと記者会見開かないといけないでしょ。開かないといけないです ね、 そうだね、方向性が違ったっつって、うん、そう、うん、いや解散、ね、だからその、うん、かまあか、うん、休止だね。休止かな、休止じゃない、やっぱ残すかなみたいな感じで、バンドみたいな感じでね。そうそうそう、活動停止。そう、
それは元メンバーになるわけだね、我々も。そうだよ、元メンバー。そう、3人者元メンバー、うん、新メンバーとかよく分かんなくなった、うん、全く知らない新メンバーオーディションしようぜ、うん、そして、うん、それ配信してそれ最後にしよう。そう、うん、それ新だから本当に3人とも辞めるけど、うん、その3人者を3人とも新メンバーとして迎え入れるオーディションして終わろう、うん、あ、なるほどね。マネーの虎みたいにしよう、雰囲気的には。そうそうそう何ができるのみたいな感じで怖っ。どこを目指してるの？そう、君は何が得意なのっつって、うん、だって三人称って名前使いたいんでしょみたいな、うん、で結構ガチにやって、ね、そんなブランドあるかな、うん、それで3人新しいのさ、新加瀬大衆みたいなもんだよあ、まあ古いね、またね、また出てきたね、そう、新加瀬大衆で、グループだね、第2期、うん、2期生の方、うん、卒業システムだね、だからね。そうだから、うん、そういう感じでさ残してこうよ、ね、でちょっとだからなんかあった時に出してもらってさ、うん、ご飯おごってもらおうよ、そしたら出るのか結局。そうそうそう、出る。よほどのもんだよね、三人称の名前を使いたいからって来る、うん、来るやつら。そうだよ、足かせでしかないと思うけど、ね、足かせ大衆でね、だからというわけで、うん、ちょっとね、うん、お知らせというかなんというかなんだけど、うん、あんまりあれなんだよね、お知らせしたくないって言うじゃないんだけど、したいんだろう、この流れで、ね、結構あれなんだけど、この流れでもしかしたら、この間僕、インタビュー的なものを受けてきたって言ったじゃないですか。ああ、言ってたね、言ってた、うん、あれが動画としてね、一個僕の小説の、うん、まあ、新刊の紹介みたいな動画がね一個できたっぽくて、あれ、それが今ネットに上がってるんですよ。どこに上がってるの？ YouTube？ あのね、本チューブ本本、うん、本日本の本、あ、ブックの本、ブックの本ね、うんうん、にチューブで検索すると多分出てくると思うんだけど、この動画のね出来が、うん、あんまりいい悪い言葉は使いたくない、ちゃんとちゃんと使って適切な言葉で、ね、ちゃんと濁して、すごく、うん、ニッチニッチじゃないな。何？シュール？シュール、まあシュールはちょっと、まあシュールはシュール。シュールはシュールなんだ。ちゃんと。なんていうのかな。頑張って。軽い気持ちっていう、なんていうんだろう。軽い気持ち。なんかその編集の感じとか、やっぱそう、我々も編集一応してるじゃないですか。その感じからいくと、ちょっとなんかあれこれ大丈夫なのかなみたいな。ね、クオリティが低いの？チャラいの？チャラめ？クオリティが、うん、とても、そうだね、軽い。あ、いい意味で軽いのね。いい意味で、すごくライトな作りに仕上がってる。あ、そう、これいいね、ライトな作り。そう。あ、ライトに、うん、ライトに、すごくライトに仕上がってて、うん、ちょっと恥ずかしくなる。なるほど。あ、これは何、YouTube の詳細に URL を貼っておいた方がいいかい？あ、じゃあ貼ってくれるなら貼ってください。じゃあ、なるほど、貼っておきますんで。ああ、のね、まあ皆さんもこれお聞きの方、まあ時間がある時に見てほしいんですけど、うん、結構きついね、俺見てもきついもん。あれ何、 Windows ムービーメーカーで作ってるのかね。あー、そうだね。あ、うん、iPhone のあの中で、あ、切り取るだけ、切り取るだけっていうか、なんか一応なんかいろいろやってくれてはいる。なるほど。何、いいとこ寄せ集めた、ね、プレイステーション1って感じ伝わるかなこれね。あ、まあ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 、あ、なんか懐かしいなっていう気になると思った。マジか。うん、まあ、ちょっと後で見てみようかな。そうだね。なんか TVK とかさ、MX テレビとかの、あ、あの地方のテレビの CM でやる、その辺のところの、車屋さん、まあまあ、うん、みたいな感じ。うん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 。そうそうそう。そうだね。うんうんうん、そんな感じがちょっと、俺に言ってくれりゃよかったのになって思って、もうその作る、うん、俺が編集するのにああ自分でね、うん、
でね、この動画の内容もさ、うん、まあ本当に紹介してるんだけど、うん、そのこういうこの小説はまあこういう感じので、こう読ん、こういうふうに読んだらこういうふうになってほしいですみたいなの言ってるんだけどさ、はいはい、それもその事前にじゃあこういうこと言ってくださいねって言われたわけじゃなくて、もその場でなんかじゃあこうやってくださいって言われて、もう本当必死に言いながら考えてるから、だからどういうふうにしようっつって、もうね、なんかもうふわふわしてるしさ、面白いこと1秒も言ってないし、音がでかいから気をつけてって。あ、音がでかい、ごめんね。それもだからそれももうあれ、もちょっとあれだね。もうでかいろんなことをちょっと気遣ってもらうかもしれないけど、まあでも、こんなこともやってましたっていうことをちょっとね、まあご報告。なるほどね。なるほど。あのね、なんかバーみたい、そう、後ろの黒板がいいねっていうのがあるんだけど、なんか料理、六本木の料理屋さんっていうか、なんかレストラン。カフェレストランダイナーみたいな感じのとこで撮って、はい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 、なんだけどね、なんかその飲み物があった方がいいだろうっていうので、なんかね、俺も今まで飲んだことで炭酸水に、はいはいはい、ライム、ライム絞ってってこと？いや、なんかライムじゃない、なんだあのさくらんぼみたいなのが緑色なの、なんかある、そういう、あー、まあライムじゃないの、ライムかな、ライム、あ、でももっとでかいな、さくらんぼのなんか緑、さくらんぼの緑ってなんだろう、違うかな、なんかもう俺も記憶がない、まだちょっとできてねえんじゃないか、まだなんか入れたんだ、とにかくなんか入れたの、うんうん、炭酸水に、うん、オリーブ、あ、オリーブ、いや、オリーブ、オリーブ、オリーブかな、オリーブやったら緑に多分爪楊枝刺さないとそんな感じにはなんないそうだね、緑、うんぼって言ってる人がいる、緑んぼ何言ってんだよなんかそんなすっごいおしゃれなものも用意されてさ、緑んぼってちょっと響きがすごい好きだね、緑、うんぼ、うん、まあでもね、ほんといい体験でしたよ、急に再生数が上がってるらしいぞ、いやもう、まあそれはどんどん見てください。そう、あの再生数が多分ね、上がれば上がるほどなんだこれってなると思うから、向こうとしてもね、うん、何これ、何これみたいな、そんなにね、だから本当に、まあ、メジャーじゃないっていう言い方はあれだけど、うん、そんなにまだみんなに知られてない感じのサイトではあるのね、だから、うん、他のところも、まあそんなにこう、まあ、再生数ベースで考えてはいないんだろうけど、てか大丈夫なのその名前ん、本チューブ大丈夫じゃない、大丈夫なの、ね、別に本チューブ、なんか問題ある、何かと被ってる、いや、被ってはいないけど、いないよね、うん、なんちゃらチューブってよくまずい、なんちゃらチューブはでもまずいサイトがいっぱいありますけど、いっぱいあるよね、うん、エッチなのいっぱいあるもんね、うん、エッチなのもそうだけど、そう、まずい、うん、まずいっていうか別に、うん、まずいわけじゃないんだけど、まずいわけじゃない、うん、それで GO が出たんだっていう話、うん、それはもう GO ですよ、そんなの、ほんつべ、いい、いい名前だから、ほんつべ、ほんつべか、あ、今見た人もいるね、ふわっとしてたって言ってるね、そうなんですよ、うん、俺だからこれ本当に初めて動画をもらった時は、うん、世に出したくないなって思ったの、うん、うん、でも俺が言える立場でもないしさ、うちのサイトに載っけていいか、ちょっと確認してもらってさ、うちのサイト、うん、あのうちの YouTube に良かったらあげますよってちょっと提案してみれば、あ、そう、ね、再編集、再編集して僕が再編集して あのいいように作らせてもらいます。再編集しちゃうと素材どうすんの？じゃあ素材くださいって。やっぱそれはね、まあまあ向こうの仕事でもあるわけだから、そこはまあ、まあ、そうだね。あれですからね。まあじゃあ、まあ、ぜひ。うん、いや本当でもね、まあありがたいですよ、こうやってね露出の機会があるってだけで、まあそうだね、ないと、まあでも、うん、難しいとこだね、何、うん、ともだねまあ2人とも後で見てくださいよ、うん、うん、そう、見る見る、なかなか、なかなか本当にね楽しめると思うよ、うん、うん、勉強するわ、あ、なるほど、その編集、そうだね、編集の、うん、編集マンとしてはやっぱり刺激になるかも、その鉄塔さんのさ、うん、イメージみたいのがあるじゃん、その動画を見、うん、その動画を見たことによってイメージが、 あこういう感じの人なのかなみたいに思っちゃうことって、あのね、だから、うん、面白くねえやつだなって思う面白くねえやつだなって思われるかもしんない、俺はなかなか問題、別に面白くないくも面白いことも言ってないんだけど、うん、なんか、うん、そう
本当にこのインタビューが終わった通りちょっと死にたくなっちゃってさちょっと死にたくなっちゃってカットはされてなかった見てあのねこれは、うん、もう本当3回ぐらいやり直した最後のもうそのまんまほぼ編集なしでやってんだけどその前にインタビューのがあってそれは動画になるのかならないのかちょっと分かんないんだけど、うん、本当になるできればボツになっててほしいそれさもらってさもしボツにするんだればくれませんかっつっていやあれはね、うん、あれは本当にちょっと やだ俺情熱大陸みたいにあーやだやだ、はいねうん、やだ曲やってプロフェッショナルやだよピンっていう音とともに、いい言葉出すよ、うん、黒いところにいやーやだな俺本当にあれは嫌なんだってあれは いいね、結構辛かったんだよ本当終わってからもうダメだ俺はっていう風になってしまったダメなんだ、うん、あ久しぶりだっただからやっぱその君らと一緒に何かこうイベントしすぎたね、うん、あれその弊害が一人だとこんなにもこんなにもかみたいななるほどあ偉大だったかうちらは偉大だったかそうだねそうかやはり一人じゃ何もできないお父さんそうかまあしょうがねえなだから次からはじゃあ3人で出よ うんそうだねインタビューも3人で受けた方がいいのかなじゃあ、ね、なんか、うん、サイスケーズとかにしてくれればサイスケーズっておお名前をさあかなりのクオリティう、うん、サイスケーズにしてもらえれば別に3人とかでもいいからねそうだねズつけちゃえば大抵なんでもいいから、ね、そうそうそれそうかもしんないけど、うん、君らは何ですか最近なんかありましたか面白いこと面白いこと、うん、ない面白いことあMacBook Pro を買ったぐらいじゃないですかね出ましたうん変えたんだ出ました変えたというかまあ Windows のまま残しつつうんうんなんかね仕事で使いたいからノートパソコンが欲しいみたいな話をされたからそうで俺は持ってるわけようんでこいつが言うたんびにいつも冗談で URL 貼って、うん、これどうすかみたいな感じで、うんうん、いつもいや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 とか言ってたんだけど、うん、まあ毎度のことをやったら、うん、って言い出したからなんか、ね、その時は急にあれだよねそういやーいやもうねそうまあ本当に欲しかったなその仕事でも使えるしうんいいなと、うん、でしかもさ、うん、MacBook Pro、まあ、編集もできるじゃんうん、そうだねうんでいろんな編集もできるからああうーんそうだね俺がその Mac が Mac が作ってるっていうのは違うか何 Apple が作ってる編集ソフトっていうのがあるのよ、うん、Final Cut Pro 10っていうやつがあるんだけどやっぱあのねゲーム実況の動画はいいんすわ Final Cut はすごく向いてるのだからそれを言ったら、うん、まあ落ちたねいやーマジでねてかねそう多分人生で初めてこんなに高額なものをいやかなり上位な買い物だよねうんここまでの買い物は初めてだね結構高いもんねいや高かったですよだってクレジットのさ、うん、限度ショッピング限度が超えちゃってて値段的にで俺怖いからそんな高くしてなかったのね、うん、設定限度額設定をね限度の上限をだそれで最初買えなくてさあれっつってそれぐらい高かったいや買いましたなマジか買ってしまいましたよあとは鉄道さんだね鉄道さんなかなか勝てんだよまあ硬いよねうん基本的に使わないからさ鉄道さんあのね、うん、整備品っていうやつがちょっと安く売ってるの知ってます？整備品？うん、なんか一回向こうで整備したもの、うん、故障したものを、うん新品に交換すると、やっぱその故障したものって向こうに行くわけでしょ？うんうんうん、それを一度そのアップル側で、まあ、修理というか、はいはいはい、まあ、整備するんですよ。うん、それをすごく少しだけ安くして、提供してる。制度があるんですね。へえ。
それはまあだからいいと思います。後でちょっと。いやーでも俺使うかな。行きましょう。いいじゃん。日曜のゲームの編集しなよ。それだけになっちゃうじゃない。俺使うの、いや基本的に Windows でその小説とかも書いてるからさ。まあそうだよね。なかなか。いやでもね、その今までさ、Adobe のプレミアプロってやつを使ってて、でまあつい最近で言えばさ、ポータルナイト編集したんだけど、それをさ、あどうだったあれでやったら。でまあファイナルカットに入れてさ、まあちょろっといじくってみたんだけど、全然よくわからない。全然わかんないわ。全然まずよくわからない。ファイナルカットってね、ちょっとわかんないと思うけど聞いてる人、なんか。感覚的すぎて、あのね、そう確かに分かんないよ。まあこれ本当に編集をしてないと分かんないんだけど、あの他のソフトって結構やっぱそのなんだっけ、プレミアとかに寄せてくのよ。はい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 。でも似たような感じになるんだよね。どれもこれも。ベガスとかソニーのベガスとか。そうなんだよね。でもアップルのファイナルカットは本当にもう独自の方向性でいくから。最初にね、そうなの。最初でちょっとつまずくの。そう、まず、プロジェクトどことか、やり始めてセーブしてないのにみたいな、なんかね、最初のところからよくわかんないの。そう、もうね、そう出だしからちょっとよくわかんない。バックアップって何？どこに何？みたいな、あれなんだよね。だからそういうのとかさ、まあ、iPhone もさ、初めて触った時もそうなんだけどさ、あそう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 、なんかおしゃれじゃないぞお前って言われてる気になる。そう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 、お前はまだ無理だろこれどうせみたいな、そう、その感覚になるよね。スマートフォンはまだね大丈夫になったけど使ってれば、なんかまだまだね、そのね Mac 製品にはね、なんかこの敷居の高さ、お前はまだ無理だろみたいに言われてる気になるね、すごく。あれはなるね。あ、きついですよ。あれはなかなか、まあちょっと慣れが必要なのかな。もう慣れたら戻れませんわ。本当ですか。それ、そう、それぐらいやっぱ楽になるらしいです。うん。いいですね。だからちょっと頑張ってください。頑張ってほしいです。というわけで、今日のテーマに行きますか。行きましょうか。今日のテーマは今更人に聞けないこと。これさ、これね、そう俺も考えたけど、なかなかなくない？なかなかない。あのね、それはね、あのみんなもそうだったっぽくて、最多レベルでメールが来なかった。なんかね、あのね、イメージしてると結構あるなっていう感覚は、なんかあるかなとは思うよね。あるんだ。でもいざ考えようとすると、あれ何が今更聞けないんだろうっていう。そう。そうね、別にみたいな感じ。俺ね、一個あったんだけど、あのね、まあこれどうね、今さら人に聞けない、なんだけど、桜あるじゃないですか、4月。はい、桜、はいはいはい、桜ね。あれやっぱさ、みんな綺麗だ綺麗だって見るじゃん。あれさ、本当に綺麗かなっていうのがみんなに聞きたかったの。桜が綺麗かどうか。桜が超綺麗ってなってやるじゃん。でもさ、なんかお花見とかするでしょ。あれはさ、どうなの？ただ酒飲みたいだっけじゃないのかな。桜は綺麗だとは思うよ。俺も綺麗だと思うな。なんかね、なんだろう、俺別にその桜です、なんか紅葉してた方がいいかなみたいな。もう個人の好みの。そう、好みだよ、完全に好みね。そうだから今更そのなんかなんだろうなーっていう。まあやっぱ綺麗ね。綺麗どうかな。いやでも綺麗だと思うな。綺麗は綺麗。なんかよくさ、並木道じゃないけどさ、桜並木ね。ああいうあれで見ると、やっぱあすげえ綺麗だなって思うよね。ああ。
なんかそこの感覚だけ俺見事に欠落してるのか。あでもあ 俺さちょっと前にさ、うん、朝すげえ早起きしてさ散歩した時があったんだけど、はいはい、ちょうど、まあ、日は出てるんだけど、うん、まあ、まだなんかちょっとそんなに明るくないみたいな、うん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 、でだん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 日が上がってきて、うん、でその桜にもすごい光が当たってくる感じの時は本当に綺麗だったけどね、はいはい、思わずあんまりいないと思うんだけど桜をしゃべるって男は特に、あはい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 、なんか飲み会とかしない限りはさ、でも普通にあの花を撮りたいという感じで、それはそれさ、それは綺麗だな、太陽の光の感が綺麗だったとかじゃなくて違う花が綺麗だなっつって、あうん、そうなの、なんかだから、うん、いやこれ完全に個人だよ、まあまあそうでしょうね、何、うん、だろう俺、何だろう桜、うん、えじゃあ花とかは別に綺麗だと思わないの、桜以外の、いや例えば、うん、一本じゃあ桜の木が立ってて、うん、なんかさ全部含めてわあ、うん、この景色綺麗とかなら分かるんだけど、うん、桜一本が道にあったら、うん、木じゃない？なるほど、なるほど。さあその桜の木のあれにもよるけどね、どういう形なのかとか、枝がでかさとか、枝がこうしだれてるのかとか、うん、そうなってくる。いやすごいとは思うの。あのさあ桜がずらーっとなるとことかあるじゃん、うん、うん、あるあるある、うわすげーってなるんだけど、うん、なんかやめようかやめる、まあまあ普通に好みじゃない、うん、いや個人の感想だから、なんかそう、うん、あんまりじゃああんまり思わない、これ俺がおかしいんだな、これよかった、だから聞けてよかったわ、俺がおかしいの、うん、なんかまあまあまあいいんじゃないですか、そうだね、コメントでもだって一個もないもんね、そうだね、うん、うん、あーやっぱ良かったな、うん、みんな、ね、うん、みんなはちゃんとしてて聞けといてよかったね、そう、みんなはちゃんとしててよかったな、うん、あーよかったよかった、いいと思います、そう、あーよかったよかった、あー以上ですやっと聞けたいやでもね、うん、いや本当にね難しくて、うん、このテーマね、このテーマ難しい、さあそんなに出そうと思うとさ、うん、結構多分出てくるのが、あこれ別に調べりゃ出てくるなレベルのやつ、はいはいはい、うん、でも調べてないんだけど、うん、でも結構やっぱ調べないとわからないことってめっちゃあるじゃん、まあまああるだろうね、うん、で一個ふと思ったのは、生ビールってなんだろうと思ってそれはだって君がさよく飲んでるやつでしょそうなんだかよく分からないものを飲んでるのそう、生ビールってなんだろうと思ってあのさ、うん、ああそれと同じで、うん、生チョコって何、そうそういうね、なんか生って何っていうやつ、ビールと生の違い、そう、生ビールと生ビールと普通のビールってのは違うんでしょ、なんか多分違うはずなんだよ、生ビールとビールの違いって何、えビールっていうのはどういう状態のビールなの、だそれがね、発酵して、その何がどうなったら生ビールになるのそれがその、うん、まあ、あえて調べなかったんだけど、うんうん、なるほどね、そう疑問に思った、あんなに飲んでるのに俺生ビール好きなんだよ。生ビールくださいって言うもんね。生ビール、そう、生くださいって言ってるもん。あのさ、うん、よくあの瓶ビールとかとは全然違うね、やっぱ味が。生ビール。まあ、生ビールは。まあ、違うといえば違う。違うといえば違うね。ああ、違うんだ、うん。え、缶ビールも生ビールでいいの？あれは何？あ、瓶ビールは生なの？瓶ビールは生なの？瓶ビールは生なの？缶ビールは生じゃない。殺菌処理をしてないのが生。え？殺菌処理をしてどこから生なのあれ、じゃあ何、生ビール、結構みんなも分かってないっぽいね、やっぱそうだよね、うん、この問題は結構熱処理の違い意外とヒットした
意外とか缶ビールの中身も生ビールだったはず。缶ビールの中身も生ビールなんだ。結構みんなふわっとしてたりするよ。あやっぱそうなのかな。結構、ね、みんなあんな生々言ってるのに、そうあんなさとりあえず生とかってさそう言ってるけど生って何なんだろうって。滅菌してないビールが生ビール。え、じゃあ菌、菌がすごいガンガン入ってるってこと。ガンガン入ってるってこと。あ、なんかぽいの来たよ。麦芽の量だって。麦芽の量てか絞りたてとかもあるよね。あーまああるね。あ生絞り、うん生絞り。何生絞りどこの何を生絞った。生絞った。生じゃない絞りがあるライブってことかな、うん、生絞りってライブ感ライブ感かな。ライブ感なのかな。今絞ってますよっていうなんかあの、うん、お魚のなんかイケスでつくね釣るみたいなのその場で、うん、そんな感じなのかな、うん、爆芽の爆芽どうなんだろう。確かにちょっと、ね、麦汁の量って言ってるよ。ちょっとじゃあ調べてみましょうか。爆汁の量調べてくれる。生ビール、うん生ビール、うん、殺菌種類してない。生ビールとは、うん、殺菌加熱殺菌醸造したままで加熱による滅菌をしていないビールのことを生ビールと呼ぶらしいですね。うん熱処理していないビール。うん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 。ふむふむふむ。同義語としてドラフトビールがある。あドラフトってなんか聞いたことあるな。あー、うん、ある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 。ドラフト、うん、ドラフト、うん、日本ではなるほど。ビールの製造工程で熱処理、うん、パスチャライゼーションしてないビールを何？なんつったの？何？あのパスチャライゼーションしてない言えねえじゃねえかよ。パスチャライゼーションしてないビールを生ビールと定義してるんですよ。おお、うん。このパスチャライゼーションもう言いてえだけだ。もう今のは言いてえだけ。うん、してるかしてないかでやっぱ違ってくるね。うん。うん、それは味が変わってきちゃうってこと？殺菌しないといけない加熱殺菌をしないといけないものが缶ビールでも生があるってこと？よくわかんないな。じゃ加熱殺菌を してるビールはどこ行くの？は生じゃないビールっていう風になるんじゃない？何に当たるんだろうね。その生じゃないビールっていうのは缶だとどうしても殺菌しないとこうすごいことになっちゃうとか。うん、日本で売ってるのは全部生って書いてあるよ。生らしいと。あそうなんだ。日本独特の表現。じゃあ生って言えば、いや生だ本来、うん、海外はもうビールイコール生ビールで別に生をわざわざつける必要ねえよみたいな感じだけど、日本はあえてつけて特別感出してるみたいなこと。いやでもなんかさっき国によってその定義が違うって言ってた、うん、生ビールの昔熱処理ビールというのがあって区別のために生ビールと呼ぶようになった。あ昔はあったんだ。だから違うのを逆に出てきて、いやもうそんなんしないでそのまんま生で出せよみたいな、そういう感じなのかな。おじさんがいて、あそのおじさんから、あ生かみたいな。何するって言ったっけ。何？パスチャライゼーション。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 ゼーション。ゼーション。ゼーション。するんだ。だから今度から頼むときとかに、あのパスチャライゼーションしてないビールって言えるかな。まずはパスチャライゼーションしてないビールをくださいって。うん。まずはとりあえず。とりあえずパスチャライゼーション。まあ言えないじゃん。まあ言えないんじゃないの。なるほどね。知らなかった。そうですか。あちょっとすっきりしました。なるほどね。なるほど。いいじゃん。すっきりして。知らなかった。そうですか。俺全然すっきりしなかった。本当に。言わなきゃよかったとさえも思うわ。うん。これ俺どうしようかな。これをこういう話題しかしたよこれ。うん、だってさっき俺のやつ言わなきゃよ、言わないでもいいって言われたぐらいだよ。俺のそうだね、うん、だって俺がね、うん、今更人に聞けないなって思ったのはね、うん、友達と呼ぶ人がいるとするじゃない。うん、始まる気がするな。その人と、うん、
みんな、うん、何して遊んでるんだろうっていうのが結構気になってるんだよね。どの年の友達と遊ぶときはどの年もう、まあ、どの年でも結構大人になってってこと。まあ今例えば俺は今とか気になるんだけど、今結構飲みに行くとかは多いんじゃないの？それは遊ぶうちには入んないか。どうなんだろう、まあ、それは分からない。何してんのみんな友達と遊ぼうってなったら、うん、何すんだろうね。何すんだろうね。みんな結構あんま何もないの。会話、ご飯。ご飯は遊びじゃなくない？ご飯って遊びなんのかな？ご飯ってご飯じゃん。まあ遊ぶって遊ばないのじゃあもうみんなはもう大人になったら。なんだろうね。っていうのもなんか本当にこう、うん、まあそもそもね俺一番最初に聞こうと思ったのはそのまあだから友達。うんのなんか定義とかうんぬんについて聞こうかなと思ったんだけど、それはもうちょっと面倒くさくなるなと思ってやめたんだけど、その長いこと遊びに行ってないなみたいな風にちょっと思ったわけよ。遊園地行ったら遊んでるよね。遊園地行ったら遊んでる。映画は？映画はまあいいのかな、遊びに行くでいいのかな。娯楽すりゃ遊びでしょ。まあそうだね、娯楽をすれば遊びだと思う。遊びじゃない。あ、じゃあみんな結構ボーリングとかダーツとかしに行くんだ。そうすると遊びかもね。もう完全に遊びじゃない。結構だって今そういうことしてるんだね。飲みながらできちゃうからね。そういうカラオケは遊びじゃん。カラオケは遊びだと思う、うん、おしゃべりは遊びじゃないよ。おしゃべりはでも友達の家に行ってさ会話だな。おしゃべりに行ったらそれはもう友達ん家に遊びに行くっていうことになるでしょ。あのパジャマパーティーするってことでしょ。パジャマパーティーはまあ遊びかな。タコパは遊びじゃないよね。タコパでもパーティーだからね。ああなるほどね。うん、パーティーってついたら遊びか、ね、うん、遊びなのか式典みたいなところがあるね。みんな結構なんかそういう風なことをずっとしているんだね、友達と。じゃあでもさ、そう、うん、分かんないんだけど、だからさ、例えばなんかどっか行こうって、まあ、あんま別に誘うこともないんだけど、うん、もしそういう風な状況になったと仮定して、うん、何しようって思っちゃうの。てか遊びに行こうよっていう誘い方って今する？あんまりないかもね。なんかさ、飲み行こうよとか、飲み行こうよとかさ、ご飯食べ行こうよ、はい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 、カラオケ行こうよ。うん、やっぱなんか何かしらの目的が必要なんだね、だからその遊ぶには。まあそうだろうね。これをしますのでどうですかってことが必要なんだよね。そう、とりあえず何かをして、そこからじゃあついでにご飯食べるみたいな、うん、でじゃあ仮にさ今急に鉄道さんにさ、うん、ちょっと鉄道さん明日遊ぼうよっつったら、うん、絶対鉄道さん、うん、何するって言う。スケジュールを教えてくれっていう。そのどういう何時にどこに向かって何分行って何時に俺はフリーになるそれじゃあ俺の体が開くのは何時っていう。それやべえな。じゃあいいわになるけど、だから遊ぼうよ。うんうん、そうか、なんか目的をまず目的意識を持つことだね。これを体験しましょうみたいな感じで。だって鉄道さんなんて絶対遊ぼうよって誘わないでしょ。誘わんってか、そう、俺あんま遊びに誘ってないっていうことに、これを考え出してから気づいたのよ、うん、あんまり人を遊びに誘ってないなって。あ、誘う人いるの？でもそれはさ、誘う人、俺とペイさんもそうな気がするけどな。あんま遊んでない。でもさ、ドンさんよくなんか標準さんとかとカラオケ行ったりするよね。する、うん、あれは遊びだよ。あれはもう完全に遊びだね。でそこに我々は入ってないもんね、うん、入ってない。すごいよね、あれなんで呼ばれるんだろう。お誘いも来ないでしょ、うん、うん、入ってない。なんか飲んで、なんかさ、エレプロ大先生マイクラのサーバーとか、うんうん、ね、なんか後で合流してきたみたいなさ、うんうんうん、なんかあったりとかさ、なんで後で合流できる、うん、その余地があるわけでしょ、向こうには。うんうん、
俺らにはその余地さえもないから、そう、あのそもそも知らないっていう、何なのその、うん、お前らが遊んでるのなんで俺はツイッターで知らなきゃいけないの。そう、俺もそう、みんなと同タイミング、うんうん、なんだろうね、何向こう行けよじゃあどういうこと、どういうこと、向こう行けよその優先度合いが違うの、どういうこと、う優先度合いが違えんであれば、うん、向こう行けよ。何を言ってるのかちょっとよくわからない何を言ってるのか全然よくわからない、拗ねてんだろうがよ、もう分からないな。なんで誘、じゃあちょっとなんで誘わないのか教えてよ。あの時どの時、この間だよ、そうだよ、もう何日前とかだよ、うん、あれだよ、しゃぶしゃぶ食ってたろうが、あ、食べてたよ、見たよ、あ、だってあれザ・神奈川みたいなもんだから、集まり的にね、ほらほら、そうやって、うん、もう初手から切ってるじゃん、切ってる切ってる、神奈川でやりますから、うん、別に君たち誘ったらもっと遠くなるでしょう、ほらだから場所が、もうそういうんじゃん、え、だからここでやるけどどうするって、まあまあまあそれもいいし、うん、あ、ちょっとこっちもうちょっと近づこうかみたいなのもさあってもいいしさ、 ないなないでもさ、神奈川だから誘うことだけはできるじゃん、いや、ないよ、いや誘わないよ、だって神奈川じゃないもん、だって違うないない、開催いやない場所が神奈川なだけで、うん、ここでやるんだけどどう、ちょっと遠いけどぐらいの感じで、ない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 、ないないで、あ、そうか、その時仕事でちょっと行けるか分かんないなぐらいの、うん、仕事だったもん、だって仕事だったから、だっておめえに何が分かんだおめえに俺らの何が分かんだよ、ほんとだよお前もう誘われなくなったら終わりだぞ、そうだよ人は、あ、そうですか、うん、そうだね、でもまあ不思議かもしれないそれは、確かに不思議かもしれないって何、不思議かもしれない、気づいたら誘ってないなっていうのは確かに不思議かもしれない、あ、でもまあ多分だけど、まあ飲むことになるから、だとは思う、飲めないからみたいな部分だよね、まあそれはまあ分からんでもない、結構長くなるじゃない飲むとね、二次会行ったりだとかさ、その流れでね、だからまあ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 、あいつら飲まねえし、まあよく知ってるじゃない、その飲みの現場を見てるわけじゃない、君たちが、はいはいはい、ね、どういう感じなのかとか、楽しく振る舞ってるじゃん、そうだよ、楽しそうにしてるじゃん、時計を見てるだろうが何回もまあ確かに、うん、過去にドンさんとかに時計見て目くばさして、そろそろみたいなのはやったことある、うん、もういいかなみたいなのは、本当にあったでしょ、あ、確かにあった、あったでしょ、うん、あ、なんかね、早く帰りたい感じのもう目くばせで俺をもう巻き込んで連れて帰ろうとするあれね、あ、うん、それはまあ確かに、そう、ありました、そうなんです、過去にはね、そういうのあるけど、うん、ダメだ、お前がそっち側に行っちゃダメだよそうだね、うん、お前は俺らのことをもっと思ってくれない、うん、そうダメだよ、あーなるからなとかは、あー、そうですかね、一応誘わないとダメだ、お前は、お前が最後なんだから、そうお前以外は誘わないんだからさそうですか、そうだよ、あーなるほどなるほど、まあそういうならね、まあじゃあ今度からね、うん、でもさ、どうせ断るでしょ、どうせ、まあまあまあ、どうせまだ断るでしょ、結果はね、結果はそうだけど、うん、どうせ断るんだもん、断る、だからその別にさ、うん、何、うん、12回のキャッチボール、うん、は別にしてくれてもいいんじゃないって、ね、それによってさ、その最初のあれね、うん、我々も心構えができるわけじゃない、そう、あ、はいはい、今日は言ってるんだなっていうふうにも思えるし、だからツイッターでいきなり知ることがないってことだよね、そうやっぱその、うん、一時情報ってまず直撃をねツイッターからではなく2人から、ね、おそらく同じところにいるだろう、なんかビールの絵とかを見るのは、うん、辛いよ、そうですか、わ、うん、かりました、じゃあ今度いや一声かけさせていただきます、そうだね、まあ、最悪これから行ってくるでもいいよそう、あ、これから行ってくるわっていう、それでいいのかよ来ない気満々じゃねえか来週の土曜日、うん、標準さんとかと飲み行くんだよって言ってくれれば、そうだね、うん、あ、彼女に行くんだって、うん、楽しんできてねって
そう彼女に報告するやつやつ。そうなんだぐらいの、うん、そうそう知りたいのよ。そうなのよ。うん、まあそれは悪かったね。そうそうそう。もっとなんか分かって、もっとね、そういうとこ鈍感だからね、兄さんは。ごめんごめん。よくないよ。何年付き合ってんのよ。気をつけろ。気をつけろわ。いつまでも待ってるわけじゃないからね。そうだよ。そうですか。これが最後だよ、だって。わかりましたわ。気をつけます。面白い。メールじゃあいくつか来てんの読みましょう。はい。うんうん。バナナのムーンさん男の方、うん、最初の皆さんこんにちは。今回のテーマが今更人に聞けないということでメールしました、うん、私が今更聞けないことは、うん、黄砂と PM2.5 についてです。あったね。ありますね。津波のやつね。なんとなくどこから飛んできた悪いやつぐらいの認識なんですか。こいつら一体何者なんですか。中国から飛んでくんでしょ。なんかそう中国っつってたね。まあでも確かに俺言われてみると、うん、なった PM2.5 とかは知らない。なんか悪いやつだっていう印象はすごいあるけど、うんうん、あ実際なんだったのかなっていうと、なんかその PM もよくわかんないし、 2.5 っていうのもなんか何の単位なのかよくわかってない。俺もよくわかってないかも。確かに今もあるの。あるんじゃない。あるでしょうね。全然あるんじゃない。結構前だよね。でもこれなんかささやかれ始めたの。うん。PM2.5 は化学物質。黄砂はただの砂。まあ、砂だ、ね、あの、うん、中国にあるか分かんないけど、その砂漠的な話に、うん、そっからスパーンと来て、ってくるわけでしょ。黄色い空気がすごい色になってたもんね。本当に真っ黄色というか、なんというかさ、コビ砂漠の砂が風に乗ってくる。工場から出る化学物質が PM2.5 って言うんだ。それが有害なんだね、かなりの。うん、悪いやつだったね。なるほど。だってもう1メートル先ぐらいが見えなくなってなかった、中国。なんかさ、それもそのネットとかの画像では見るんだけど、なんかこれがずっとこうなのかどうなのかもちょっと分かってなかったりとか、どうなんだろう。あれ空気清浄機でさ PM2.5 対応みたいのあるけどさ、あれ本当に対応してくれてんの。どうなんでしょう。怪しいね。なんかクソほど小さいんじゃなかったっけ、うん、PM2.5 は小さいっていう、うん、だからよくなんかマスクでもあるじゃない。 2.5 は日本でも発生しているみたい。ほうほうほう。 PM2.5 はプロックスみたいな。飛来物の大きさで分類される、うん、2.5 じゃ大きさなんだ。 2.5 ミクロンとか5センチってわけじゃないよね。でかいよね。そしたらでけえ。2.5 ミリの1000分の1以下。もう分からないね。単位の読み方が分からないね。うん、詳しいねみんな。ね。大気汚染のレベルがひどいやつみたい。広いだけの気が。なるほど。うん、まあ確かになんとなく流してた感はすごいある。確かにそうだね。まあ砂は。って言われて。砂もまあ砂だろぐらいしか思ってないから本当は違うのかもしれないけど、なるほどね。面白いですね。ちょっと賢くなった。賢くなりました。 PM2.5 って何って言われたら、うん、あでも 2.5 ってのは単位なんだよっつって。 2.5 は単位だよ。 PM っていうのは化学物質。そうだよっつって。そうだよ。うん、結局分かってねえかもしれないな。とにかく悪いよって言うだよ今度から、うんうん、工場から出るなんかスーッと咳が出ちゃうから気をつけなぐらいで言えばいいんだね。言えるね。言えるね。人に説明できて初めてだからね、やっぱ自分で。そうですよ。自分のものになりますから。自分のものになります。これで我々はもう自分のものになりました。 PM になった。 PM2.5 ゲット完全です。ありがとう。続いて、はい、ディーさん。ディーさん、ラブホの傭兵です。あれおめえか。今さら人に聞けないこと、うん、とある映画のことで聞きたいことがあるんですが、うん、映画好きの鉄道さんではなくドン・サンペイさんの意見を聞きたいです。やべ。スタンドバイミーって何が面白いんですか。ドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥンって始まったね。ドゥドゥドゥンドゥン始まったね。
もちろん。ベース始まったの。もともと映画という媒体に苦手意識があるので、映画好きの友達にお勧めされてもなんかうーんやめちゃおうってなっちゃいますと。最後まで見れないことが多いと。まあ、Life is Beautiful は、このまま行きたいになっちゃうんじゃないかってぐらいむせびに飽きました。ほう。サニショルエさんは世間で名作と言われても自分にはハマらなかった映画ってありますか、差し支えなければ教えてくださいみたいな感じで、まあだからあのペイさんの桜と結構ちょっと似てるかな。あーなるほどね、うん、あのみんなはいいっつってるけど、うん、正直そう流れに乗っちゃう感じがあるんだよね、やっぱ日本人は。うん、はあ、はあはあははあ、どうなの、2人ってサンドベイビー見たの。見たよ。俺多分見てねえんじゃねえかな。おおおおどうだった。俺は面白かったよ。いやいいじゃない、さあ旅をする感じ、旅感ね。うんでさあなんかうるせえな、うるせえな、ずっとベースラインやってあげようかと思ったんだけど、うんうん、旅4人だっけ、4人組の仲いい4人組が、まあ、なんか死体を見に行くっていう映画だったっけ。見つけちゃうんだね、うん、そうだよね、その辺は知ってる。でなんか線路とかもさ歩いてったりして、うん、あれは有名ですね。うん、でなんか拳銃も持ってなかった。はいはいはい、はい、まあ、海外だからさ、海外だからね、うん、だけど子供だけど拳銃も持ってっちゃうみたいな、うん、であの俺が好きだったのが、うん、そのスタンドバイミーで子供たちが持ってたカバン、うん、ああ、あの何あのカバン、布団をぐるぐる巻きにしたような感じの、ある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 、カバンを持ってた。よう見てるね。はいはいはい、 あるね。俺あれが欲しくてしょうがない。サンドバッグみたいなやつ、あのね、いや本当ね、布団柔道着みたいな。そう、柔道着を丸く、ね、柔道着みたいな感じ、なんかしたような感じのカバンを持ってたの。持ってる持ってる。あれが欲しかったのかな。あれが欲しかった。ああ、はいはい。だから結構かなり面白かったかな。子供心にかなり刺さった気がする。冒険ものってなんていうのかな。本当にそういう映画だよね。まあ刺さる人は刺さるだろうし、まあなんだこれやって思う人ももちろんいるだろうけど。うん、なかなか、まあ良かったです。あれはいいと思いますよ。ペタモさん見てないですからね。でまるまる通しては見た思い出がない。でもそういうなんかちょっとしたいろんなシーンとかは知ってる。さすがに有名だからなんか目に入るみたいな感じではある。はいはいはい、ね、そんぐらいかな。君たちあれでしょ、まだゴジラ見に行ってないんでしょ。え、行ってないっす。もうでも今すごい頑張ってるの分かるよね、ゴジラが。うん、世間って、あ、賑わしてる、賑わしてるの、賑やかしだね、だいぶ。そう、それでも、うん、テレビ見たもんね、あんまり見れてない。今日なんか標準さんが見に行ったとか。ああ、そうらしいね、なんか面白かったってさっきつぶやきが、つぶやきさんね、別にいいわ。ほんともったいねえなって思うけどな。いや、だからもうちょっとプレゼンしてくれれば。標準さんだってさ面白かったぐらいしか言わないでしょ、あの人。そうかな、わからないけど、あんま刺さんなかったかな、あいつには。どうなんだろう。それより雨の方が心配してたじゃん、なんか。まあ確かに雨の心配してた、うん、してたね。雨じゃなくてよかったみたいなつぶやきをさっき見かけましたけど、そう、うん、どうね、まあ気になりはするんですけどね、うん、気になります。いやー、うん、そうね。まあでも本当に今じゃないと見れないもんだからね。うん、見てほしいけどな。わかりました。映画って言ったら、そういえばあれ X メン見に行きましたよ、アポカリプス。おー、ほう、アポカリプス、この間。うん、どうなんですか。まあ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 、あのさ、最近、うん、X メンもそう見てもそう思ったのと、うん、あと、あれ見たんだよね、レンタルで、バットマン VS スーパーマン。うん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 。でも思ったんだけど、うん、やっぱリアルになってくじゃん、どん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 。まあね、映像が、うん、でもその元々のキャラクターデザインっていうのはさ、まあ、結構古いもんじゃない、うんうん、アメコミのさ、まあ、それでも結構スタイリッシュに洗練されてたりするんだけど、うんうん、やっぱりね、その
ドンさん分かると思うけど、マグニートいるじゃない。あ、いるね。いや、俺も分かりますけど。マグニートさ、なんで？なんかヘルメットかぶってるでしょ。かぶってるね、うん。やっぱちょっとね、笑っちゃうんだよね。あれはね、あれをかぶられると。今回もかぶるんですよ。かぶるんだ、やっぱ。かぶるのと、なんかね、あの、わざわざなんか用意してくれるの。ああ。偉い人が。あれね。あ、それかぶんないでほしいって思うんだけど。かぶっちゃうんだよ。かぶるんだよね。マグニートはかぶりますよ。そうするとね、やっぱちょっとね、面白くなっちゃう。絵柄が面白くなっちゃう、どうしても。わかる気がするな。かぶんなきゃいいのになーっていう。マグニートでも好きなんだよな、かなり。いや、あのね、うん、ね、うん、そのキャラクターとしてすごくやっぱかっこいいよね。トムさんは X メンはあれ、うん、ファーストジェネレーションとかまだ見てないんだっけか。ファーストジェネレーション、今までの X メンの映画のさ、うん、流れがあるけど、そのちょっとまあ前日短みたいなので今見てないね。やってるんだよ ね多分。あ、本当に、うん、あんまりシリーズは見てないんだよね。見たらいいと思うけどな。あれでしょ、あ、そうか、あれ X 面に、あ、ウルヴァリンさ、うん、あのもみあげ長い人、もみあげ長い人、あーだよね。俺でも知ってるぞそれ。ウルヴァリン君もわかるでしょ。うん、おもみあげ長い人ね、もみあげ長い人、そうかそうか、 X 面か。 あんまり見てないんだよな。ファーストジェネレーションは面白いから。ファーストジェネレーション、うん、それは見たらいいと思う。それは本当に面白かった。今言えてなかったよ。お前はジェネレーション言えてなかったでしょ。ファーストジェネレーション。なんかね、そっから俺は回を重ねるごとにちょっとなんか落ちてってる。ああ、本当に。印象があるんだけど、まあでも楽しんでる人もいるから実際には、うん、まあ人それぞれだろうなと思うけど。なるほど。でもテトさん、俺、X メンより見たいの実はあるんですよ。うん、おお、何見たいの？テトさん多分まだ見てないと思うんだけど、ああ、ルドルフといっぱい。あってなってやつが見たいんですよ。知ってますか？知ってますか？猫のそう、野良猫のお話なのかな。それがねちょっと見たいな。なんか絵本だかなんだ、児童文学っぽい。あ、児童書の名作らしいです。ああ、やっぱそうか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 。井上真央のやつでしょ？あ、え、まおちゃん出てんの？そうなの？キッズ王？なめんなよ。鼻水出ちゃったよ。鼻水出ちゃった。懐かしい。懐かしいわ。キッズ王のことかな。なめんなよの方ではないと思うけど。CG アニメーションだね。どうなんだろうね。まあ面白いんじゃないかな。うん、ちょっと面白そう。誰が監督やってるんだろう。誰でしょう。うーん。まあそこら辺の人でしょうね。毒マムシ。ドクマムシさんが三代よね。うん。ああ。が監督。はあ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 。なるほどなるほど。ちょっと気になってるんですよね。いいんじゃない、見に行きなよ。行かねえんだろうな。これで行かねえんだろうな。これ行かねえじゃん。なんなんでしょうか。気になってるんですよね。気になる。いや結果だから俺と一緒だぞ。本当だよね。うん。うん、俺と一緒だよ。いいとこまで行くんだけど、結果行かねえんだよな。いいとこまで、来てるんだけどね。結果俺と一緒なんだよ。そうだね、ちょっといいなと思ってるんですよ。デートにちょうどいいってよ。デートにね。あ、まあちょっと、まあ、デートだったらシンゴジラを見た方がいいって。あ、やはり。いや、そうなんだ。もう本当、いろんなことを考え、もういろんなことを考えるから。いろんなことを考える。いろんなことを考える。なるほど。まあデートしねえんだろうけどお前は。そっからだね。デートな。相手からか。そうな。そうな。まだちょっと一人、ああ、でも一人で行けるはいけるな。いや、行けるでしょ。全然行けると思う。俺も行ける。時間が合えば。時間が合えばね。うん、時間が合えば一人で行ける。行ってほしいな。シン・ゴジラだけは見に行ってほしい、本当に。あら。そのやっぱ邦画頑張ってるんだなぞっていう。あれいつまでなんですか、シンゴジラは。どうだろう、まあすごく人気があるから、もう興行収入とかも相当いってるから、まだまだかかるとは思うけど、うん、お金出してくれたらバカじゃないの。そこまでではない。そこまで見てほしい気持ちはない。そこまで見てほしい気持ちはない。あれ、うん、でも見てほしい。見てほしい。はあ、なんか
すごい。ああそうか、じゃあしょうがない、みんなダメだね。そうか、ダメか、届かないな。そうか、もうね、この二人のその芸術とかそういう表現に対する欲求のなさがすごいいや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 、もどかしすぎる。全然時間があれば ありますよ、芸術に対して時間は作るものなんだって。お、それを見るために時間予定を立てていくからいいんじゃない。で、楽しい映画が見えたらもう幸せじゃない。あれ、それなんか使ったんじゃない、小説に。その使おうかな、これから使おうかな。うん、じゃあいきます。もう軽いな、嘘のやつだよ。大丈夫、嘘のやつだよ。それ楽しみにしときます。だってもう世の、まあまあいいか、もういいや。何？オッケー、大丈夫です。なんか知らなきゃ知らなきゃ、なんか人類じゃないみたいな話しようとしてないの。そんなことは言わないんだけど、俺は。でも知っといて損はないっていうことね。どちらかというと、見て損はまあしないだろうな。語れるし、こういっぱい、面白くなかったとしても、じゃあどこが面白くなかったんだろうっていうのか、まあ人と話せるし。いやでも批判はしたくないからさあんまりはい、そうだね、わかるでしょ、あんまり。そうだね、批判はしたくない。じゃあ普通のメールいきましょうか。はーい、そうしまーす。どうしようかな。あ、うん、そうだ、 BGM 変えよう。お、そうしますか、変えてください。春の基地、あ、やべ、ポロポロ重なってる。ポッポポッポッ、はい、じゃあメールを読まさせていただきます。はい、鈴木一族、あれ、男性の方。あ、なんか聞いたことあるけど。聞いたことあるなー。トノさん、ペンさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。どうも、鈴木です。うん、早速ですが、質問です。うん、どっち ?2 個、2個来てるんだよね。欲張る、欲張るな。欲張ったね、うん。1個だけにしようぜ。じゃあ、こっち読もうか。うん、私は都内、山の方に通う大学2年生です。ほう。うん、ほうほう、大学生だったんだね。八王子の方かな、どうなんだろう。八王子じゃない、片道に、通学に片道2時間を要する上に、うん、終電までが門限なので、アルバイトがほぼできません。ほら、うん、彼女とのデート代や食事代を奢ってあげるお金はもちろんありませんし、交通費すら出してあげられません。彼女がいるの、何、ちょっとした自慢を織り交ぜて、鈴木、その前に彼女もいません。うわ、どうしたら彼女ができるか分かりません。あ、そうですか、うん、ごめん、早とじりしたなるほどね、うん、で、お三方に質問なのですが、うん、どうすれば彼女ができるのですか。どうすれば、彼は今まではね、うん、彼女いたことがあるんだって、うん、ただその一緒にいなきゃいけない空間で、うん、長い時間をかけて友達を続けて、いずれ両思いになったっていうパターンしかなかったっぽいのよ。だからそのアプローチの仕方とかもわからない、どうかアプローチの方法について教えてください。PS 鈴木は人見知りです、だって。ぽかった。うん。わからない方もいらっしゃると思うんですけども、うん、ニコバー、うん、新宿に来てくれた男の子だよね。男の子。そうだね。来てくれたね。鈴木一族。うん。鈴木っていうなんか。可愛らしい感じの。可愛らしい子だったね。男の子だったね。うんうん。そうですか。アプローチの仕方って言われても困っちゃうよね。困っちゃうよ。困っちゃうね。困っちゃうよ、そんなの。困っちゃうよ。ああ、途中あんまり聞いてなかった。なんだっけ？アプローチ。アプローチは何？どこのどういう状況でアプローチ？もう全然わかんない。何も書いてない。だからもう彼女の作り方がわからないっていう、いうことだね。多分ね。うん。それはだって、うちらに聞いてさ、それはね、実績ねえから、うちらを参考に。てか、あのさ、本当だね、彼女、なんか分かんないよね。どうすりゃいいの？逆に。出会わなきゃいけないわけでしょ？まず出会わなきゃいけないね。でも出会うつったってさ、どうなんですか？大学ってやっぱそういう出会いないんですか？大学はあるよ。大学はある。あるよね。大学生なんでしょ？だって今。うん。俺はあるんじゃないの？逆に大学のうちに
見つけないと、社会に出てからはもうほんと1ミリも出会わないから。社会人になっちゃうとね、そうそう出会わないよ、あの同じ職場じゃない限りは。本当にそうだね、同じ職場はおばちゃんしかいないからね。そう、しかもさ、同じ職場でさ恋愛するってすごい難しいじゃない。そう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 、俺は経験もないけど、なんかでも、うん、あのそういう人たちを見てると、そう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 、なんかその周りの影響みたいなのがあるよね。なんか周りでぐち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 さ、なんかね、気まずい感じになったりとかっていうのが、そうなのよね。だからそのそれが上司だったりするとさ、なんかもう、そうそうそう、ね、上司のだけど、その女の人は自分よりもまあちょっと下というか、後から入ってきた人で、なんかもう対応に困るみたいな感じになるよね。だから、あのね、僕らが今愛してるあの ZOZO タウン、ZOZO タウンはなんか社内恋愛推奨してるらしいので、あ、そうなの？そうなの？なんか聞いたことあるぞ、そういえば。なので、だから頑張ってZOZO タウン入りゃいいんじゃない？ああいいですね。今大学生でしょ。ああなるほど。大学出ても困らないね、社内恋愛してくださいみたいな感じになってる。推奨っていうのもすごいね。すごいんだって。何なんだろう、歓迎なんだ。なんだろう、だから、いや、なんかそういうあれじゃない、なんか、そういうのでこうぐちゃぐちゃになっちゃっても、おなんかやり方があるのかな、そう、うまく、なんか分かんない方があるのかね。さってこう、もうそこまでみたいに、二人ともクビみたいになるじゃない、移動です。どうなんだろう、気になるね。そうだから、いい、ZOZO タウン入んな、そしたらまずは、そっからでしょ。なるほど、まあ今からならまだ間に合う、まだ全然間に合える。まあでも ZOZO タウンもほんとね、もう素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい企業なので、なかなかね、狭き門だと思いますけど、ねえ、なんか話来ないね、俺らすげえ言ってんのに、ZOZO タウン、まあほぼオフで言ってるからね。そう、オフでしか言ってない、基本オフでしか言ってないからね。ZOZO タウンが素晴らしいっていう感じは、どうにかどうにかしてくれんないかな、働いてる人届いてほしいな、コラボレーション、そう、届いてほしい、いねえかな、視聴者に。ZOZO タウン働いてる人、働いてる人、俺ら結構使ってんだよね、利用させていただいてますけど、できないかね、何か。どうだろうね、わかんないっすね。お願いします、 ZOZO タウンコラボ、はい、お待ちしております。じゃあ続きまして、はい、どうしようかな、この方、じゃあこの人にしよう。氷河吹雪っていう名前でいいのかな。うわー、氷の顔もうすごい寒そうだね、キグノス氷河みたいな。そうだね、オーロラエクスキューションでしょ。全然わかんない、技名が出てきた。全然わかんない、知らない、わかるでしょ、ダイヤモンドダストではないやつ。そう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 、全然わからなかった。本当に、女性の方、はい、最初の皆さんこんばんは、初めてお便りを送らせていただきます。よろしくどうぞ。私は現在関西在住、大学3回生です。漫画家を目指しています。あら、おいいじゃん、いいじゃないですか。全く漫画とは関係のない大学で、ただその分野を大学でしかできないことだからということと、ほう、漫画の引き出しを増やそうと今現在に至りますと。休みの日や隙間時間に漫画を描いたりして投稿などしているんですが、これから就職するとき漫画をきちんと働きながら描くということがちゃんとできるのかなという不安があります。そこでまず鉄道さんに質問なのですが、働きながら書くことはやはり大変だと思うのですが、鉄道さんも働きながら隙間時間などに書かれていたんですか。疲労やストレスなどだと思いますが、働きながら頑張られて作家さんになったのでしょうか。なるほど。そして皆さんに質問なんですが、何歳になっても夢を追い続けることは大変でしょうか。どれぐらいの覚悟があるのと先生に言われたりして、いや、なりたいから諦められない、何歳までに諦めとかないですと答えることが多く、もちろん不安もあるのですが、夢を諦めないことは悪いことなんでしょうか。最初の皆さん、これからも応援しています。だって、はあ、まあね、まあ、テッドさん、まず教えてあげなさいよ。僕はですね、うん、働きながらっていう、むしろ働いてない時に結構書いてたんだね。もうほんとクズの時に、クズの時ね、クズクズの人生で、もうほんとに
もう思い返すだけでもうわーってなるぐらいの時に、うんうん、ずやることないじゃん、うんうん、で一日中さネットを見てさ、うん、で、一日一回だけバイトの応募のサイト見てさ、バイトルでしょ、うん、そうバイトル .com とか、いやまあ俺はウェブワンとか、あれそうなの、バイトルウェブワンとかも行ってたけど、バイトルはいいよ、だって何人応募してますみたいなので、うん、ああなんかサイトによってね特色があるよね、そうそうこれ人気です、ね、ってなってるから、ああそうなんだ、じゃあ多分無理だなっつって、うん、週に2位から3のところにチェック入れてさ、そう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 よね、うん、低く見積もるよね、うん、3時間から OK とかね、そう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 とかチェック入れてさ、そうなのそうなの、うん、でまあ、うん、それでもまあやりたいこと、まあ、書きたいっていうのがあったから、その時に本当にね、うん、ずっと書いてで書き溜めてたものがすごいいっぱいあるんだよね。なるほどなるほど。その後まあが働くようになって、やっぱね書く時間すごい減るんだよね。まあそれはさ書くだけじゃなくてもさ、ゲームとかでもそうじゃん。まあやっぱ趣味の、うん、趣味の時間っていうか、まあ仕事と関係のない時間っていうのはすごく、うん、ねえ、どん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 減ってって、ちゃんと帰って何もする気になんねえやつって寝るみたいな。そうですそうです。うん、まあ多くなるよ。だから、うん、まあ。確実に減るのは間違いない、うん、間違いないね、でしょうね、うん、ただあのね、黒澤明っていう監督いるじゃないですか、明ちゃん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 、なめてんのかよ、明ちゃんは、明ちゃんはその、まあ、助監督とかしてた時かな、うん、もっと昔かな、その要は監督ではない時代に、うん、全部の仕事が終わって家帰ってきてから、もうほんと毎日のように自分の脚本を執筆してたって、うん、これはあの僕漫画道で仕入れた知識だから本当かどうか分かんないけど、それを読むたびにすごいなって思う、うん、だから無理なんだよ ね、無理なんのよ、すごいなって思う、うん、そう、まあ、やっぱなかなかできることではないよね、あきらちゃん、あきらちゃんはだからね、あきらちゃんやっぱすごいんですよ、立派なんですよ、立派な人なんですよね、無理なんだよね、でも基本的には難しいよね、うん、まあ、言うよね、でもそのなんかやりたいことがあるのならば、うん、まあ自分から時間を作る、うん、そうだね、まあ、っていう基本的に自分で時間作んないと誰も作ってくんないからさ、そうだから、うん、まあちょっと寝る時間削るだもさ、そうだね、なしてやっぱやってくっていう形になるだろうね、だからそのねバランスの取り方が超難しくて、うん、結局その仕事とかはさやんなきゃいけないことで、うん、まあやまあ、基本的に会社に行けばまあ、うん、自分の生活が潤うわけだから、うんうんうん、大切なことになるじゃん、そう、うん、それ以外のその追いかけてることって、うんうん、成就するか分かんないから順位の置きどころがすごい難しいの、優先順位っていうか、そうだね、優先順位ね、うん、これをやることによって果たしてどうなるんだろうみたいな、そのバランスをこう頑張ってだからモチベーション維持するようにしていかないと、うんうん、なかなか続かなくなっちゃうかな、続かないでしょうね、思うから、だから今、うん、むしろ今もう本当にいっぱいやっといた方がいいだろうな、うん、っていうのは間違いない、本当自分次第になってくる時期だよね、いや本当ねそうなんだよ、本当にそうなんだよね、もう本当さ自分次第にするともうあーサボるでしょ、サボる、まあ、サボるでしょ、もうなんでだろうね、あんなサボるんだってくれ、サボるじゃん、本当に意識をしないと自然とサボっていくよね、人っていうのはそうなの、ダメなのよ俺、本当に不思議だよね、人間って、人間って不思議、昨日あんなにやるって思ってたのにさ、うん、ああもうやんねえなっていう、そう、楽な方楽な方にやっぱ行くんですよね、ほんとに、ニートの時ってさ、うん、夜寝る前さ、うん、すげえ探したくならない、あのバイトとか仕事、あ、まあ俺の場合夜っていうかまあ明け方だったけど、あ寝る前 ね、いや、まあ、俺も寝る前だったけど、ね、うん、明け方、うん、やりたいことをやるだけやって、そう、最後の最後に、うん、ね、あのね、やりたいことっていうわけでもないけども、あ、まあまあそうだね、なんか見て
なんかぼーっとして、まあそうだね、うん、まあ、基本はやっぱゲームみたいな、ね、うん、あー寝るかなって、そう、でも疲れたでもその前にその漠然とした何かを感じて、うん、そう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 、あ、そろそろ仕事探さないとやべえなみたいな、そうで、あのタブブラウザのタブで一個だけ開かれてるバイトのところピュッと見て、うんうん、そう、おー、よし、これじゃあ明日絶対あの応募しようみたいな、うん、寝よう寝ようっつって起きたらまた同じこと、同じですね、ああもうほんと、まあでも夢を追うのはいいんじゃないですかいいとは思いますよ、いくつまでっていうのはね、まあ、諦めるのはね別に簡単じゃないですか、うん、諦める、その夢を諦めること自体って、いや多分、いや、いつでも多分やめれちゃうと思うのよ、あー、まあ、その仕事が理由でとかさ、うん、まあまあそうだね、まあ、やめようと思えば、働いてたら、働いてたらそうだね、うんうん、そう、働いちゃってるとどうしても多分、うんうん、だってなくなってね、仕事してればなくなって、うん、ダメなものではなくなるわけじゃん、趣味って、うんうんうん、趣味とかそういうね、ものって、うん、そうなんですよ、だからね、まあ、まあ、うん、周りの目と自分の気持ちにおさ、その勝てれば、まあ別に何歳でもまででもやっていい、言っちゃっていいんじゃないかね、そうね、だって、ね、いや本当にそうだよ、うん、やめたらどうせ後悔しちゃうわけなんだからさ、うん、周りの目がなかなか来るときあるからね、いやー来るよね、うん、周りの目が来るっていうより周りの目がこうなってるんだろうなって思う自分だよね、あ、もうだから、ね、その辺のもうメンタル面被害妄想が入りますよね、うん、いや本当にそうですよ、難しいよね、頑張ってほしいね、まあ、夢を持ってる人は、まあでもリアルですからね、うん、リアルだね、リアルだね、リアルだね、なんかね時々いらっしゃるよね、こうなんか何かを目指してて、まあ別に芸術とかそういう方面に限った話じゃないけどさ、うんうんうん、漫画描いてるとかね、結構、うん、多い多い、時々聞く、歌ってるとかもせやな、いらっしゃった、うん、この前サイン会でもいらっしゃったな、そういう方が、うん、まあみんな夢を持ってるよね、頑張ってほしいな、それ何の音、カチカチカチ、あーごめん、俺がもうなんか手に取ったペンをカチカチして、もうやめて、それ一番ダメなやつだよあのなんだろう、すごい多分ね熱がこもってたなと思ういやよかったじゃん、久しぶりにじゃあ熱込めてくれて、熱がこもって俺さっき、ね、分解してたもんそれさじゃ飽きてるんじゃないの、これはこれはもうほんと無意識で、無意識に、無意識、そうなの、うん、無意識で、お願いしますよ、今気がついた、俺じゃないですからね、ごめんごめん、うん、俺がカチカチしてた、あ、ラッパだ、ラッパ、ラッパだけにしとけってよ、ラッパだけじゃなかったね、ドラムじゃねえな、なんだこれペンだ、あ、そうですか、そうですか、はい、じゃあ次、はい、うん、あと2個ぐらいですか、はい、どうだね、うん、うん、三人称のみんな、ラブホです。はい、あれこいつそんな感じだったの。うん、ラブホの陽平くんかな。陽平ちゃんね。うんうん、先日ドンさんがお一人で配信されたウォッチドッグスをお邪魔してました。楽しかったです。はい、ありがとうございます。もろだしライブはリスナー含めた全員がぐだってる感じが好きです。うん、そうだね。長時間やるからね。長いからね。その放送中、うん、今年の24時間放送の話題になり、はあ、そんな話してたの？はあ、はあ、はあ、まあ時期も時期だしね、ちょっとちょっとしましたね、うん、なるほど、24時間放送はまあ環境次第だとドンさんがおっしゃっていたと思います、そう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 、うん、うん、そして他のリスナーさんのラブホの人のラブホでやればいいんじゃないみたいないった内容のコメントが目に留まり、うん、早速上司に掛け合ってみました、ほう、ラブホの上司に、ラブホ、ラブホの上司かな、うん、結果、うん、お前の趣味一つで俺たちのビジネスは止まらねえと言われましたかっけえな本当にこんなこと言ったのかな、言ったな、まあ、要するに仕事だから止まねっていうこと、うん、つまり他の客と同等に扱うときっぱり言われてしまいました、まあまあまあだろうね、しかしもし実現したらうちのホテルいっぱい宣伝してもらおうとも言っておられましたと、うん、ほう、貪欲だな、おい、うん、うん、規定通りに入室すれば実質24時間以上一室確保することは可能です、うん、は、繁盛期、
はいはいはい、まあ、ラボにはね繁盛している時期っていう、まあ、忙しい時期があるから、うん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 、あるね、主に12月20日から27日前後を避けた平日もしくは大晦日であれば、うん、この世の終わり並みに暇なので少しは規定も緩くなるかと思われます。はあ、ね、私も男です。もし本当に24時間放送したいという意思があるなら、うん、宿泊料金その他差し入れ等々私が全額負担いたします。あれラブホで、ラブホでとはいえ私には放送にあたっての環境だったりその辺のノウハウがないです、うん、部屋によってレイアウトが違うもので何がいいのか何が欲しいのか全て私にお申し付けください。おうおう、やるべきことは全てやります。子供たちを悲しませたくないんです。何この全ての三人称リスナーに幸あれだってすごすぎるなまたこのメール。いやこれ見てさ3人でさ、うんうん、ラブホで24時間放送ってすげえ面白いなと思ったんだよね。めちゃめちゃ面白い。これは面白いなって、うん、かなり面白い、うん、今までやったことあるやついない。いやいないんじゃない、うん、正直伝説となるやったら、うん、だからカメラ持ってってさ、うんね、カメラ持ってってね、ドさんが、うん、そのラブホテルの一室で24時間ゲームをやるっていうのはまあ面白いんだけど、うん、なんかねその問題も結構いっぱいあるんじゃないか。いやちょっとね多分ねいくつか壁がリアルなところがね、うん、あると思うんですよね。え、防音は大丈夫なんじゃないの。防音は大丈夫でしょ。防音は大丈夫でしょ。どうなんだろう。あのビジネスホテルだったらあれだけどさ、うん、ね、大丈夫でしょ。一応ラブホテルだから、うん、そんなにスカスカじゃ困るよね。うん、その不安なところは、うん、やっぱりそのインターネット回線、まあ回線周りだよね。回線ぎゅうぎゅうに使うからね。が、どうなんでしょうっていうところだよね。あ、まさか Wi-Fi じゃできねえからさ、うん、そうだね。あとは、うん、だってね24時間の放送するからって24時間だけ借りるわけにはいかないからね。そうだね。セッティングとか、セッティングバラシ等々あるとまた結構、ね、3日ぐらい抑えないといけないことになるよ。2日3日必要になってくるね。ラブホテルを3日抑えなきゃいけないでしょ。リハとかさ、そうですよね、やっぱ配信環境。そうなんですよ。結構大変なんだよね。実際これを実現するとなると結構ハードルが、結構ねハードル高いんすよ。高いなーっていうね。そうなんですよ。いやだからすげえ面白いアイディアだなと思ったんだけど。めちゃめちゃ面白いけどね。だってなかなか ゲスト呼ぶってなったらラボに来てもらうんだもん。うん、そうだよ。超楽しいじゃん。超楽しいよ。面白いよ。いやーやーやりたいけど。やれるならやりたいけどね。呼んでほしいなー俺。ツーブロ呼んでほしいなそこでねラボにツーブロ呼びたいもん。呼んでほしいな。呼びたいもんね。さすがのツーブロさんも来てくんないか。場所どこなのっつって、あそこ、いやあのあそこのラボホなんだけど、うん、えってなるよね。そうだね、うん、いろいろちょっと壁があるんですよね。そうだね。うん、まあやっぱり機材もね。そうだよ。機材、うん、なんだかんださちょっと小難しいことやってったからね。そう、結構ねやっぱだんだん大掛かりになってってるから、うん、今のところね気がついたね、うん、最初ほんと家でやってたのにさ、最初ただ家でやってただけだったんだけど、そうなんか欲しがっちゃったらどんどんさ、そう欲しがったらいろんな人を巻き込んでいくようになってったからね、どうにか叶っちゃってたからね、うん、なかなか、うん、そうそうそう機材だよね、うん、ミックスする機材みたいなやつは、うん、まあ借りることはできるのよ、うんうん、はいはい、で確かワンデイに3万とかで、はいはいはい、うん、だからまあその辺もだから全部出してもらって相当な金になると思う。そうだね、膨大な額になる。膨大な額、本当にそんな額を2桁万円いくぞいや行くでしょうね。全然逃げた前に行きますよ。だからね、ちょっとね、いやすげえ面白いやんだけど。いやアイディアは超面白いです。めちゃめちゃいいと思った。本当に実現できるならばすごいいいと思いました。いやそうだよね。面白いけどネット回線とかもあるからね。そうやっぱり現実的にねそのリアル回線が本当。そうだよ、周りの Wi-Fi 飛ばなくなったらどうすんのよ。そう苦情の嵐。そうなんだよね。
なるほどね。どこに影響出るか分かんないからね。だから一室だけそのね、あの一個の部屋だけあの独立で回線引っ張ってくれるなら、うん、わあそれが一番いいけどね。すごいね。ねえ、そこまでやってくれるな。工事、うん、工事だね。しかも年末。でも実際どういうラブホテルなんだろうね。そうだね、ちょっと写真が欲しい。なんかさ、世の中にはいろんなのがあるじゃない。あれらしいね、うん、俺でもそんなさ、なんかあのよく あれもあるんでしょ、ベッド回転しちゃうとかもあるんでしょ。最近はもうそれはないんじゃない。それすげえ昔の。多分それ古いやつじゃない。多分ね、分かんない。丸いやつでしょ。逆にそういうのを売りにしてるところあるかもしれないけど、うん、はい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 、はい、あんまりその数多く入ったことがないから、うん、なんかそうなんだ、もう古いもんなんだ。回転は古いよ。もう古いんじゃない？そもそもなんで回転してるのか。多分そうだと思うよ。あ、もうそんなレベルなんだ。うん。へえ。実際多分意味わかんないでしょ。天井がガラスとかね。天井ガラスのね。ガラスじゃねえわ。鏡だ。鏡。鏡。うん。へえ。なんかすごい奇抜なのだったら面白いけどな。面白そうだけど、の後でホームページ送りますって。あ、本当に？じゃあちょっとお願いします。ちょっと見よう、見て遊ぼう。一番広い部屋じゃないですか、そこだよ。広い部屋か面白い部屋。そう。そうだね。三人でやるわけじゃないからね、これ配信になるともっと人が。そうだね。スタッフ。スタッフさんがね。例えば今までので言うとおにぎりくんとか、おにぎりくんとかね。あのね、いて眠くなったら。トムさんの後ろのベッドで寝るみたいな、ね、で回転してたらすげえ面白いんだけど。いや超面白いよ。回転しててほしいもん、うん、ちょっと SM っぽくて貼り付けられてたら面白いんだけど。あ、面白いけど。後ろでぐるぐる回ってなんか変なエロいエロいライトでさ、うん、ブラックライトかなんかでね、ちょっとシャワー浴びるっつったらもうね、ガラス張りだから、うん、見えちゃうみたいな。全部見えちゃうみたいな。面白いけどね。面白いけどね。すげえ面白いけどね。いやいや、でもね、ほんと、いや、いいアイディア。いいアイディア。いや、ほんとにいいアイディア。面白い。すげえ楽しかった。考えてるだけで。うん。いやー、いいですね。はい。そうですね。なるほど。はい。そんなもんかな。そんなもんですか。そんなもんですか。そんなもんにしときましょう。なるほど。まあもうだって、まあ2時間近くやってるもんね。そうだね。他にもちょっといろいろ送ってもらってて、はい、うん、全部紹介できなくて申し訳ないですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なんかね、はい、全部答えられなくて。と、はい、いうわけで、はい、今回の、雑談120回は以上となります。はい。はい。来週は大丈夫か。はい。では、はい、来週またお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。